ウィキでーす。はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあ本日のお車はこちら、はい、 S14 シルビアを紹介していきたいと思います。はい、あのね、もうシルビアって言ってももうなんかね、前期後期とかもね、まあ、見た目が全然違うし、グレードもねたくさんあって面白いお車になっておりますので、皆さん今回の愛車紹介、はい、楽しみにしていてください。それでは行ってみよう、ゴー。ビビッと、はい、この真正面から見た感じをね、丸いポテッとした感じがね、はい、ザ14前期っていうね感じがするね。はい、じゃあそれではフロントの紹介いきたいと思います。フロントで、まあオーナーさん的に、まあ一番のねお気に入り角度っていうのかな、はい、これがね、正面で、なんで正面かって言ったら、もうね、さっきもお話ししたんやけど、もうね、丸いね、このポテッとしたね、シャキっていうね、かっこいい感じじゃなくって、丸っこい可愛らしい感じがね、はい、お気に入りということで、まあね、一応の前期、はい、もうね、小さい頃から憧れの車だったということで、そういうね、お車をウィキチャンネルで撮影させていただけて、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ね、ポテッてした感じっていうのが、ちょっとね、ロードスターに通じるものがあるかなって思います。はい、じゃあ、まずないけど、フロントバンパーがこちら、はい、純正オプションになっております。はい、純正オプション、まあさっきちょっとカタログを見せてもらったんやけど、純正オプションと純正の違いがちょっと分かりにくい、まあ、感じになるんですけれども、ほとんどちょっと見た目はすいません、私分かりませんでした。はい、まあ純正オプションです。ウィキチャンネル中期の個体に、はい、初期の、はい、グリルがついております。はい、ちょっとしたね、違いがやっぱりね、車の見た目を全然変えてしまうので、そういうねシルビアのデザインの違いがあります。で、グリルがね結構厚さがあってデコボコな感じが、はい、するんやけど、それを今から映していきたいと思います。はい、お願いします。はい、オープン。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じでね、はい、ちょっとねデコボコデコボコ、はい、してる感じです。あ、いいね、この角度いいね、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 かっこいい、かっこいい。はい、じゃあ続いてサイドの説明していきたいと思います。はい、で、サイドなんやけど、まあサイドって言ってもね、まあほぼ純正の状態の、はい、1音なんで、まずね、はい、せっかくなんでホイールからいっちゃいましょうね。ホイールなんですけれども、はい、まずこのホイール自体は、はい、キューズの、はい、オプションのホイールになります。で、キューズ自体は、4ケツなんやけど、これがね、オプションで、はい、5ケツに変更できちゃいます。はい、ということで1、2、3、4、5、5ケツになっちゃってます。はい、で、隣にちょっとずれますと、はい、こちらこれもね純正のオプションになります。まあね、泥除けが泥除けとかちょっとした見た目なんやけど、このねちょっとした違いでかなりね車が丸っこく見えて、ロードスターとかやったらなんか角度的にちょっとなんか丸っこい系間抜けにちょっと見えちゃうような角度もあったりするんやけど、一応はね丸っこいフォルムをしておきながら、こういうフロントのバンパーとかこのね泥除けとかちょっとした、まあ、見えるちょっとした見えポイントで、はい、どの角度から見てもね全然間抜けに見えないっていうのがねかなり、はい、いいポイントなんじゃないかなって思います。はい、サイド全体的に見たらこんな感じです。でね、ちょん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 、はい、グレードがねキューズエアロっていうねグレードなんやけど、はい、じゃん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 、お分かりだろうか、じゃん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 、はーい、ここにねキューズのエンブレムがついちゃってます。はい、ピント合うかな、
あれやね、そのシルビアのあのフロントのさエンブレムの色に合わせてキューズもはいこんな感じで緑でーす。はい、なんかちょっとおしゃんね、あれみたい、トランプのカードみたいなね字体ですね。シルビアといえばね、このねこのねこのラインですよ、このライン美しいよね。はい、でね、さっきウィキさんね、トランプの字体みたいって話しよったんやけど、その通りでした。はい、でね、このね、はい、もう一回アップします。はい、このキューズ、はい、キューズって回答の、はい、トランプの12で、でこの中でシルビアの中でもなんかケーズっていうねグレードとか、あとレース仕様のあのジェイズっていうのもあったりとかして、まあその中でもジェイズっていうのはなかなか見ないみたいなんやけど、当時ジェイズっていうグレードは安く、当時はね新車の中でもお安く、はい、買えたお車だったそうです。はい、グレードはキューズエアロっていうグレードなんやけど、まあそのエアロ、キューズエアロの、まあエアロが、まあそのキューズエアロっていうグレードの、はい、やつで言うと、最初からね、このフロントバンパーがオプションでそうついていたり、あとこれね、後ろのね、リアのウィングが最初からついていたりします。でね、ウィングが、まあこういうね、こっから、ヨーンって感じの、まあ広いウィングになっとるんやけど、グレードによっては、ちょっとね、ちっこい、なんか、ウィングになっていたり、そのなんか、ウィングがね、ついてなかったりとかいう、まあそういう、リアのね、話で言うとそういう感じになります。はい。で、これがね、よいしょ。はい、リアで言うと、はい、これ、はい、皆さんこれ、なんて読むでしょう。ね、これね、読み方知らんかったら、あ、読み方知らんでもわかるかも。これはね、ナバーンって読みます。はい、ナバーン。このね、もうね、ウィキさんちょっと自分も映りたいんやけど、車だけちょっと映したい感じになるね。もうちょっと丸っこいのがめっちゃ可愛すぎる。いいね、いいね。マジでね、見て、ほら、どの角度でもね、可愛いのよ、これがね。あ、ここもね、はい。シルビアの文字が。すごいね、これ。なんか、全然欠けてないし、綺麗な状態で維持されてます。ビビッと。はい、じゃあトランク開けちゃいまーす。はい。日産はね、割とトランクとかガソリンタンクとかの、バーっていうのが、どこも、なんか同じような感じついてまーす。はい。引く。アップン。あ、軽い。トランク軽い。アップンでーす。ありますね。物色します。これは何かな？こういうのが入ってました。はい。はい。あと、このね、日産プリンス福岡。はい。こういうのが入ってました。ビビッと。はい、じゃあ続いてマフラー音。はい、マフラー音を紹介する前に、マフラーの、マフラーが車外に、はい、変えられてます。で、メーカーが、富士坪のレガリス304、304っていうのかな。はい、っていうマフラーになります。で、まあね、富士坪っていうだけ、富士坪っていうだけで、やっぱちょっとウィキさん的には、なんかね、大人のね、ジェントルなマフラーなんじゃないかなっていうね、ちょっと私は、そういうね、今、妄想が膨らんでます。で、オーナーさんの、お気に入りポイントというか、こだわりポイントが一つあります。はい。ここのね、はい。この丸っこい太鼓。ここがね、ちょっとお弁当箱みたいな、なんかね、ポテッとした感じが、はい、丸っこいですね。シルビアの、その前期のね、丸っこいポテッとした感じのボディに、このポテッとしたね、お弁当箱がね、はい、かなりマッチしております。はい。ということで、早速、マフラー音を聞いていきたいと思います。ゴー！じゃあ続いて内装の紹介していきたいと思います。はい、オーナーさん、こちらシルビアはドキンですか？ででーん。はい、ということで、はい、はい、靴のまま失礼します。はい、失礼します。はい、よいしょ。あ、広いね。あ、結構足伸ばせるね、これ。でもね、後ろのシートとか、まあ一応多分これ4人乗りなんやけど、
乗り乗りないけどね、これ多分ね二人乗り用じゃないもん、うん、もうほぼ二人乗りのようなもんやね。これちょっと下げてしまったらもう足も入らないぐらいの、あの後部座席のスペースなんで、いろいろ紹介していきます。はい。でこちらのまずねハンドル、皆さんこのハンドルなんやけど、これ何のハンドルかわかる？これちょっとこれはね当てきった人はマジですごいと思うんやけど、ちょっと遠目で分かりづらいかな。ちょっと待ってね。こちらのハンドルですね。はい。ちょっとヒントを言うと、はい、ちょっと反りがあります。はい。こちらのハンドル、正解発表します。じゃじゃーん！はい、コンピピションっていうやつです。はい、ね、下噛みそうですが、はい、リピートアフターミー、コンピピション。はい。はい。多分ほとんどの方がクラシックって思ったと思うんやけど、もうね、見た目上あんまわからんのやけど、ここのね、この真ん中のここのね、反り具合が、はい、あのクラシックと違うみたいです。まあね、デザイン的にもほぼクラシックのようなもんなんで、多分ね、マニアにしかわからないと思います。で、オーナーさんも、これはね、ヤフオクで、クラシックかなと思って買ってツイートしたら、これねコンペビションですねって、あのマニアの方がね、マニアか、まあ、オタクの方が答えたみたいで、そこであクラシックじゃないんだってね気づいたみたい。多分カメラにも映ってると思うんやけど、なんかここがね、ここのスペースが狭いけん、あのねエアコンがねこんなところについてます。はい。ここでね多分ドアを閉めたら運転席側にめっちゃ向いとると思う、だけ涼しいと思いますね。まあね、ここら辺に、ちょっと、待って、あのね、ごめん、一人で盛り上がっとうけど、あのね、大体の車って、ライトとかの、なんか、ライトじゃない、あの、サイドミラーとかの、あの、調節するところって、大体の車、ここら辺についとったりとかするんやけど、シルビアはね、ここについてまーす。はい、真ん中についてます。結構これ変わっとるポイントなんじゃないかなって思います。はい。あと、オーナーさん、シルビアマニアなんです。はい。紹介していきます。はい。こちら。はい。なんでしょうね。これはティッシュかな？はい。ティッシュですね。はい。住友海上。めっちゃレアなんじゃない？これ。見たことないよ。こんな。てかね、多分大体の人が、当時多分そういうティッシュとかあっても、あ、ありがとう、パパって使ってね、ポンってね、捨てるようなやつやと思うんやけどね。そのやっぱ、年式が古くなって、こういうね、グッズを集めたいなってなった時に、こういうちょこっとしたのってね、取っておいてよかったなって思うね、グッズやと思うよ。これとか、懐かしくない？ビデオよ、これビデオ。とか、はい。こういうね、なんかカタログっぽいやつ。はい。カタログかな？カタログっぽいやつじゃなくてカタログ。もうね、綺麗に持たれてますよ。綺麗に保管されてます。はい。で、まあね、その他にも、純正オプションのカタログとか、なんかいろいろあって、もうね、愛を感じますよ。愛を。はい。はい、じゃあ、それではですね、はい。ボンネットを開けていきたいと思います。それでは、行ってみよう。ゴー！はい、14シルビア前期のね、はい、エンジンルームこちらでーす。じゃじゃーん。はい。こんな感じで、はい、もうね、フルノーマル、エンジンルームは。はい、何にもいじってません。まあね、いじってるっていうか、はい、何かついてるっていうならば、はい、ダンボールちゃんのオーディオ企画にした時みたいに、はい、はい、カオスのバッテリーがついてます。はい。ということで、あのね、足回りも純正ということでね、はい、ちょっと見えちゃってますが、はい、純正でーす。はい。じゃーん。はい、オーナー様のご好意で運転させてもらえることになりました。はい。で、ここはね、ちょっとね、湿布みたいななんか、外に貼られとるものが、ちょっとうっすら見えるんやけど、これがね、フロントウィンドウディスプレイって言って、なんか最近の車では、なんか当たり前のようについてるやつなんやけど、当時からね、ここ、スピードはね、スピードメーターとかが映ったりします。はい。それでは、エンジンかけていきまーす。おー、ほんとだ。ほんとだ。映ってます。皆さんわかる？はい。ここに映っちゃってます。あ、運転しやすい。
ちなみにね、軽量フライホイールに、はい、変えられてるそうです。わー、あ、ちょっとこれ早いね早いね、軽い感じがする。運転が坂道ないけどめっちゃスイスイ登っていく。運転しやすい。あ、ロードスターが NA やけんかな。なんかちょっと運転が通じるものがあるね。めちゃくちゃ軽い。あ、めちゃくちゃ運転しやすい。わー、あ、これ走るの楽しいわい。ちょっとこれは楽しいよ。はい、でね、こちらのシルビア、はい、2リッターの NA です。はい、あー、いいねー、気持ちいいねー。 軽い車がとっても軽い。あー、いいねー、ありがとう。ちょっとビビッと。じゃあ今回のお車紹介は S14 の前期の、はい、紹介でした。そしてオーナーさんの、はい、エンディング出ていただきます。ザッキーさんでーす。イエーイ。はい、お車紹介ありがとうございました。はい、で、ザッキーくん、はい、はい、ちなみに、はい、皆さんにね、はい、おいくつですか。はい、21です。21歳、若いねということは、シルビアは何歳の頃に購入したんかな。買ったのは、ギリ19歳の時。あ、10代でね、10代でシルビアに乗っていたということで、はい、いやすごいね。ちょっともう、シルビアの、出会いとかを、カメラの向こうにちょっと話してもらっていいですか。はい、はい、小学生の時にお父さんが乗ってて、でその時にすごくデザインがかっこいいなって思ってて、でその後このシルビアを見てしまったんですけど、全然忘れられなくて、大学生になってバイトとかして買いましたいやーすごいね。ずーっとじゃあ欲しいと思って、で免許取れるタイミングでね、多分ねすぐ取りに行ったんやろう ね, ね、すぐ取りに行って憧れの車をね買うために頑張ってバイトして現在の車ということで、いやー愛情たっぷりね、やばいね、もういやーもうね本当。じゃあ免許取ってすぐはもうその時はもうバイトを頑張ってみたいな。そうです、そうです。あー、もう素敵な出会いですよ本当に。あー、もうね、いやもう大好きよねシルビアね。でもねもうすごい、もう車紹介の途中でもなんかあった通り、いっぱいねカタログとかを持ってて、もうねシルビアマニアってね認定してもいいぐらい。で、最後に、シルビアの、まあ、シルビアドリフトとか、まあ、こういう、まあ、純正の状態でとか、まあ、何かしらの、まあ、状態で、まあ、なんかシルビアの購入を考えている方って、まあ、世の中たくさんいると思うんやけど、そういう方に向けてシルビアの購入を考えている皆様へ一言お願いします。やっぱり今この価格がすごく高騰しているので、そう、他の人も多分いけると思うんですけど、買うなら今です買うなら今だよはい、思い切りの気持ちとね、そしてまあ気持ちとね勢いが大事ですね、買うときはね。シルビアならまあ、パーツも出なくはないんで、意外といいんじゃないかなって思います。はい、あ、じゃあ、このシルビアは気になる、ちょっと金額、買ったときの金額ちょっとお願いします。買ったときは90ちょっとでした。あ、そうなんや。あ、意外と100万もいってない状態で。でも買った時にすぐクラッチとかタイルとかも変えちゃったんで、まあ100ぐらいはああ、なるほど。まあそうね、今買うとなったらもっと高いと思うし、このぐらい綺麗やったらね、はい、まあ、買うなら今だよということで、はい、いいでしょうか。はい、大丈夫です。はいじゃあ最後に、この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします感想のコメントたくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。おつゆきでした。またね、バイバーイ。シルビアザッキーさんでした。バイバイ